シドニーフットボールクラブはオーストラリアの南東部ニューサウスウェールズ州の州都シドニーをホームタウンとするオーストラリアプロサッカーリーグに加盟するプロサッカークラブオーストラリアではそれまでセミプロによるオーストラリアンナショナルサッカーリーグが開催されシドニーからも5クラブが参戦していたがオーストラリアサッカー連盟が オセアニアサッカー連盟からアジアサッカー連盟に転籍することが決まり、オーストラリアのサッカーの全体のレベルアップを図る目的から完全プロによる A リーグが2005年からスタートし、同年2月に新たにシドニー FC を結成した。チームはその年のオセアニアクラブ選手権大会で結成間もなく優勝を決定。12月のトヨタカップ世界クラブ選手権大会の オセアニア代表として参戦することとなったが、その初戦で敗れた。同チームには、J リーグ経験者も多数参戦しており、ピエール・リトバルスキー監督を筆頭に、ヤン・クルーク・アシスタントコーチ、選手では、スティーブ・コリカ、マシュー・ビングリー、そして横浜 FC からゲストプレイヤーとして加入した、三浦和義が在籍していた。中、選手の国籍表記は、フィファの定めた、 代表資格ルールに基づく、ありがとうございます。